もう初めてか、完全に初めて。まあイベントでね、うん、私のイベントにかのんちゃんが来てくださったことはあったんですけど、うんうんうん、生配信は初めてなので、うんうん、ちょっと楽しみですね、今日は。はい、よろしくお願いします、はい、そしてですね、うん、まあスタジオ収録ということで、まあ安全第一で、うん、ここにねちょっとアクリルがあって近寄れない感じになっているんですが、はい、心は一つ、はい、はい、距離も近いでございます、心の距離も近いでございますよ。近いです、ね、なんかぶっちゃけ一番ユッキーが雪男っぽかったっていうか、あ、本当に？あのすごい男らしかった気がしたんですよ。いや、そう、なんか頼りになりそうだったから、なんか私はちょっとエスコートしてもらいたいなエスコートしましょう、私が。やった。3、2、1、どうぞ。ドーンドーン私はブゼリアが好きだ、みんなが優しくて大好きだ、ドーンバーン。ユッキーもリサ姉も好きだよ、イエーイ。ちょっともう本当にねえ、聞いて、巻いてって言われた3つっていうのが分かりましたね。ちょっともう結構、あ、もうかわいい、ドンバンって言ってなかったね。かわいい、こんなかのんちゃん元気元気だけど、こんなドンバンみたいなの初めて見た、本当に。いや、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、じゃあかのんちゃん、はい、最後私へのあれを送ってください。いいですか。はい、はい、それではユッキーに最後こちらでお願いしたいと思います。じゃかじゃーん、私への告白をリサバージョンとユキオバージョンでお願いします。ちょっとね、絶対見たい、絶対見たい。リサと、うん、私バージョンってこと。ユキオね。あ、ユキオバージョン。そう、さっきのユキオね。ユキオでお願いしたいと思います。 OK、 わかりました。はい、いきます、はい、それではユキは5秒後に私への告白をリサバージョンとユキオバージョンでするでしょう。いきます、5、4、3、2、1、どうぞ。カノンちゃん、私実はカノンちゃんのことが大好きなんだ。これからも一緒にいてくれる？ユキオね。カノンちゃん、いや、カノン、僕と永遠を一緒に過ごしてくれないか。儚い。以上でーす。いやー、いい、いやー、やばい。いや、なんか今ね、満たされましたね。本当に。でもね、リサバージョンめっちゃ可愛かった。本当に。うん、あ、嬉しい。ユキオバージョンもなんか惚れかけた。嬉しいです。よかったです。ありがとうございました。じゃあ次は私ね、うん、いきます。ちょっと時間がないということで少し変更させていただきましたが、こちら、はい、中島ゆきの好きなところを言って最後にゆきちゃん大好きと告白する。なんか告白ごっこになりそう。お互い告白し合ってるんですけど、ちょっとこれは正直聞きたいので。わかった、はい、よろしくお願いしますということで、うん、かのんちゃんが、中島ゆきの好きなところを言って最後にゆきちゃん大好きと告白するでしょうということで、いきますよ。はい、5、4、3、2、1、どうぞ。中島ゆきことゆっきー私はユッキーのことが本当に大好きです。あの、なんだろう、なんだかわかんないんですけど、すごく楽にこう溶け込んで一緒に笑い合えるところとか、謎な感じとか、あのすごい男前なところとか本当に好きで結構惚れてます。はい、そんなユキちゃんが、ユキちゃん大好き、イエーイやったはーい、そんな感じです。私たちは両思いです。イエーイ、はい、そんなところでチャレンジ終了です。いや、めっちゃ楽しかったですね。楽しかったです。めっちゃなんか満たされた心が。